団子に田植えまだしてへんのかな。ションかなんか白い建物あったけど、あの辺に出るんかな。それまっすぐ行ったらあの大きな岩があるところや。展望台です。ここ。誰もおらん。
い塊やな。泣いてます。ここに大きな展望台があるんです。あ、結構来とるな。走りながら
ナビを設定するのは難しい。20分かかるわ、ここから。だけども9時51分到着やから、こっちの方が早いわな。あまり熟知していない方がこんな山に来て通行止めと出くわしたら大変やな。お、障子屋さんや。昔障子の張り替えもようやったな。のりといて貼って、以上や。あそこも日陰がなかったから暑かったな。山の郵便局です。
下をくぐっていったら、あの林道があって、林道の入り口があって、その林道をくね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 下っていくと、こもりレモンの横に出ます。あれもこの新緑の時は木々の葉っぱが生い茂ってるから景色が見えん。
のお肉とあの何やったかな、こっち行っとくれ、50人に入るとね、腸の羽岩か、何やったかな、あれ何やったかな、柱状節理で、その溶岩が結構鉄分があった、あった溶岩だったので、柱状節理の、断面が赤いんですわ。